ちは。今回も闘技場続きやっていこうと思います。今回から今までは全員で戦ってきたんですけども、なんと個人戦もあるっていうわけで、個人戦自体はワイルドアームズの闘技場とかだとないかな、初めてなのかな。どうだろう。はい、というわけでやっていきます。柔道 VS ソナからの資格、ベスパーだって。ソナからの資格は得意だけど、はい、本当はバッチ入れ替えて城塞の守りとか入れ替えた方がいいんだろうな。眠らない街にいっぱいで赤い火が昇る。コロシアムに響くは勝者の雄たけびか、それとも敗者の絶叫か。栄光をつかめるのはごくわずかです。実況は私サリーユンカーズ、解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。今回のカードも興味深いですね。この戦い助けてくれる仲間は存在しません。己の手で勝利の道を切り開くのです。はい、ボビーさんよろしくお願いします。今回もベスパー3体いる。レベル 25HP2500 高いショットと、まあこれは普通に倒せるでしょう。ほい、ここから勝利に舞い蜂のように刺しております。すごいですねすごいですね。今回こそボビーさんの解説は聞けるんでしょうか。それぐらい違うところ的な、もう誰も止められないのか。ちょっと開けないですねちょっと開けないですね。挑戦者は一人でも強かった。この戦いでまた一つ大人の階段を登ったことでしょう。勝ち負けを超えたところにこの試合の価値があるんじゃないですか。ボビーさんの解説は今回は聞けませんでした今回も一人で戦う、全部3戦多分あるんですけど、3戦目がちょっと怖いかな。で、豪華商品なんでしょうか。ラッキーカードだ。おー、よし、じゃあ次行こう。だいぶ勝った気がするな。でも次、ジュード VS 歯車の微笑み、アイアンメイデンか。アーム誤作動させてきそうな感じがするな。そういうことか。1戦目はどちらかというと得意な敵だったんだけど、2戦目からちょっと苦手というか、そういう敵になってくるのかな。アーム誤作動やだな。眠らない街に赤い月が昇る。コロシアムに響くは勝者の雄たけびか、それとも敗者の絶叫か。栄光をつかめるのはごくわずかです。実況は私サリーユンカーズ、解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。こちらこそよろしくお願いします。天敵同士の戦いはどちらが制するのか、条件は五分と五分。見応えのある戦いになることでしょう。何が五分と五分なんだろう。五分と五分だぜ。アイアンメイデンはその女の子型の敵、あ、その今日ショートサーキットが効くのか。レベル 50HP7050 の機械ショートサーキットとか効く。水弱点、機械系か。普通に多分この敵の種類だとアームのショットをすると、まあ高確率かある確率で誤作動を起こして攻撃を無効化多分してくるので、近寄ってショートサーキットがいいか。向こうはショットか。へえー、よし、迷いがありません。渡ってあげないよ。こうなったらいつかバチかってね。こうやってみるか。あ、やっぱ、あー、見てない。ブロッカーがあるんだ。どうですかねボビーさん、流れに変化が欲しいところ。そういうことね。誤作動じゃなくてブロッカーがあるっぽい、普通の攻撃。へー、普通にショートサーキットで、ね、灰色が焼き切れるまで。これも効かないんだ。流れに変化が欲しいところです。流れに変化欲しいですよ。
よしきだ。確かにあの特技もアームだもんね。これもオリジナルもこれも無効化してくるっぽい。邪魔なんて捨てない。これはこの後の展開を変えてしまうのか。このサド勢いだけですね。おっと、あきらまさに豆腐がほとばしる。もうちょっと頭を使わないと。強くなりたい。誰の犠牲もごめんだから。戦いを駆け抜けたのは少年、見事です。面白い展開だったんじゃないですか。いい試合でした。頭使わないとってちょっと悪口言われたけどな倒した時ボビーさんに、なんやねんなんやねんだよ。はい、7500ギャラ。お金もちょっと嬉しいか。じゃあ次が怖いな。これなんだ、パンプキンヘッドか。ジューダ VS なんとか B の支配者。これパンプキンヘッド普通に怖いんですけど。ゴー。熱湯ギャラコメイロ。戦いの幕は切って落とされました。命知らずで恥知らず、親の心子供は知らずと言いますが、これほど罰当たりな行いもなかなかないでしょう。実況は私サリー・ユンカーズ、解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。いや、血がたぎりますね。かぼちゃ頭の中身は果たして空っぽなのか、中身の程度を確かめてやりましょう。中身の程度確かめたいもんだけど、こっちの頭がもうポンコツになってしまったけども、パンプキンヘッドレベル 75HP13500、 弱点水だけど特にずっと水攻撃ないから何する。いや、てか混乱だわ。その前にカッセイ火だから火のとこ行きたいな。あー、この状態から一体どのようなドラマが生まれるのでしょう。あ、賞金戻った。でもまた光ゴケだ。キリがない。次の位置は何が来るのでしょうか。キリがない。どのような技が繰り出されるのでしょう。気合のミッセルの火の攻撃やばいよ。あ、よかった、移動できる。よかったよかった。これでまあ多少また混乱してどっか行っちゃいそうだけど、あ、クリーミーション、よし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 、うまくいかないぞ。何やっとくか、攻撃100アップしてもいいけど、シルバランチャー普通にやるか。おーっと、あふれんばかりの闘志がほとばしる。勢いだけですね。いや、勢いだけですねじゃねえよ。海の動きを今か今かと待ち望んでいます。流れに変化が欲しい。こんなんやや。あー、移動しちゃったよ。ダメダメ。あ、ショットしちゃった。まだまだ展開は変わりますよ。ジャブの応酬が続きます。あ、でもリジェネレーションあるからまあまあ平気か。あ、ちっちゃった。これはきつい一撃だ。水のとこ行かなきゃいいな。次の位置は何が来るのでしょうか。すごい。なんか強気に戻った。あいつが攻撃するとあれが戻るんだけど、なんか効果があるってことかな。自分で混乱しといて、観客を沸かす何かが欲しいですね。あの、自分で攻撃すると元に戻っちゃう的な感じで、頭空っぽって悪口言われてたんか。パンプキンヘッド、さっきそんな言ってたっけ。そういうことかな。さあ、シルバーランチャーで仕留めますか。ほい、よいしょ。接着がつきました。素晴らしい動きでしたね。カボチャ頭の中身は空っぽだった。簡単に挑戦者の挑発に乗ってしまった。面白い展開だったんじゃないですか。いい試合でした。かぼちゃ、かぼちゃ料理しようぜ。かぼちゃ料理しようぜ。
よし、よかった、勝って。さあ、豪華商品はラッキーカード4枚か。あんま嬉しくね。あんま嬉しくね。やっぱ余ったな、ラッキーカード、だいぶ。はい。で、以上、柔道の一人舞台でした。次、ユーリーか。ユーリー VS サマヨエル富士社。カースのコープス。これまた得意なやつですね。行こう。ユーリーはでも魔法使えるし、物理がクソ強いから心配いらない気がする。さあ皆さん、どこまでも本日も背徳の街で熱い戦いが繰り広げられようとしています。誰がその手に栄光をつかみ、誰が砂の味に涙するのでしょうか。実況は私、タリー・ユンカース。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。いや、血がたぎりますね。不気味な姿に場内異様な緊張が走ります。どんな惨事が起きても不思議ではありません。ユーリー一人で戦う闘技場なんてたまらない人にはたまらないんじゃないか、これ。全然物騒な感じしないけど、いっぱいで、カーシのコープス、あ、バージニアのお父さんか。お父さんいっぱいいんな。レベル 25HP3750 アンデッド、スティグマが効くので、ひたすらもうこれやってく感じでいいよね。はい、ピーン。いいじゃん。何も構えられませんね。お父さん何なんて言った。お父さん、もう一回やるぞ。清らかな光は彼女の心の現れでしょうか。これからどう繋げていくかが大事なんだ。ボビーさん、うるさい、聞こえなかったよ。お父さん何言ってるか聞こえなかった。リグマ。清らかな光は彼女の心の現れでしょうか。この状況でよく考えましたね。スティグマ、よし。場内の皆さんも思わずうっとりだ。素晴らしい動きでしたね。光が一転したかと思った途端、呪われた軍隊は跡形もなく消え去ってしまいました。見るべきところの多い試合でした。充実してましたね。よかったです。強い敵になったらセリフ変わるんかな。ボビーさんとかのちゃんと変えてほしいな。よし、豪華商品何ですか。ギャラ転がしな予感をしてました。柔道がラッキーカードだったから。よし、じゃあ次行こう。ユーリー VS エレメンタルの牙。あ、リザード系だ。マジファイアリザード、ウォーターリザード、アースリザード登場。属性ごとってことか。ちょっと移動しながら戦う系かな。よし、眠らない街に赤い月が昇る。コロシアムに響くは勝者の雄たけびか、それとも敗者の絶叫か。栄光をつかめるのはごくわずかです。実況は私、サリー・ユンカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。本業は小さな商店の経営です。どんな進化をすればこのような生き物へと変貌するのでしょう。未知への恐怖にどのように立ち向かっていくのか。本業、いや多分本業より副業の方が稼いでる気がするな、ボビーさん多分。リザード系3体全部レベル50で HP700 じゃない7050だけど、弱点が変わってくる感じなんですよね。で、属性で本当にリプレイスとかね、攻撃してもいいかもなんだけど、物理でいいんじゃないかっていう。どうかな？ GO！ やっぱりな。受け切れた？やっぱり。これあんま関係ないよね。倒しちゃいそう。倒しちゃうな、多分。ごめんね。一回、攻撃受けようかな。でも、ちゃんとさ、
あの活性するヘックスで待ってたんだ、みんな全然聞いてないけど。はい、まさしく蝶のように舞い蜂のように刺しております。素晴らしい動きでしたね。未来試合終了。生きる命の輪を解くような面白い戦闘でした。大満足の試合内容でした。次も期待できますよ。物理でゴリゴリ押しただけですけども、やばいな属性。攻めるより物理のがついてほんとやばいよな。よし、商品何ですか。あ、ドッグチェーンか。はい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 、ありがとうございます。次次、ユーリ VS 水曜の前、あ、エンジン純馬だって。ここで出てくるんだ。これはちょっと強そうだな。エンジン純馬か。はい、これはさあ皆さん、ハイドロプレッシャー。本日も背徳の街で熱い戦いが繰り広げられようとしています。誰がその手に栄光をつかみ、誰が砂の味に涙するのでしょうか。実況は私サリーユンカーズ、解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。解説を務めさせていただきます。暴力の結晶、それは獣原始の力。火を手に入れる前の人類が持っていた野生です。はい、猿です。色違いか、一応あれとレベル75、4万800、水弱点、へえ。非活性でもこんな物理で。これはこれは物理でいいんじゃねえかっていう多分だけど。はい、ゴー。あ、ちょっと硬い、やっぱり変怪力みたいのがある。ここは堅実に行きたいところですが、観客を沸かす何かが欲しいですね。いや物理でいいだろう、沸かす何かって。あ、反撃なかった。ちょっとやっぱ硬いね、すごくこのタイプは。でもいけるじゃん。両者ともに相手の出方を見ているのです。殴り合いだ。甘いですね。獣がいるんです。殴り合いだ殴り合いだ、獣がいるぞ。惜しい、倒すには至りません。手の内を見せてくれません。よし、まずゲームです。純粋な野生の力は運命と信仰の力に膝を折った。これが勝ちパターンなのでしょう。勢いがありましたよ。いや野生の力で勝ったぞ。勝ちパターンなんでしょうってなんだよ。一応今の解説か。よし、豪華商品、多分ラッキーカード、ギャラ転がし4個。違かった。12000ギャラだ、ありがとうございます。よし、じゃあ続けてやっちゃうか、個人戦全部。あるの行こう。アルノ VS 重厚の線虫虫プレデタービートル。はい、さあ皆さん、ね、本日も背徳の街で熱い戦いが繰り広げられようとしています。誰がその手に栄光をつかみ、誰が砂の味に涙するのでしょうか。実況は私サリーユンカーズ、解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。こちらこそよろしくお願いします。今まで何人もの挑戦者がこの角の餌食となっております。挑戦者も餌食の一人と化してしまうのか。あ、プレデタービートル硬いのか。レベル 25HP2500、 スマッシュヒットは持ってないから属性も半減なんだね。じゃあそのままのブラストでいけるのかな。いけるわ。ここ一番では踏ん張りが見事です。全然いける。戦いの流れを支配するつもりなのか。ここらでぐっと流れをつかみたいですね。はい、流れつかんでみましょう。魔力の塊を躊躇なくぶち込む。ここ一番の踏ん張りが見事。いっちゃう、
全然攻撃されてないけど1回ぐらい受けるか可哀想だよな。はい、ボビーさん、こうなると思いましたか。ここらでぐっと流れを掴みたいですね。ちょっと強かった。魔力の塊を躊躇なくぶち込む。ここ一番の踏ん張りが見事ですね。どんなに鋭い角を持っていても当たらなければ意味はありません。お手本通りの戦い方でした。これが勝ちパターンなのでしょう。勢いがありましたよ。ボビーさんなんか焼酎とかすごい好きそうな声してるな。飲み屋に行ったら合いそうだな。はい、豪華商品なんでしょう。またギャラ転がしだ。大したももらえないかな個人戦は、とか言って。じゃあ次、アルノ VS 目覚めし巨獣ヒューメリオンってなんだ。やってみよう。初めて聞く、ヒューメリオン。熱狂ギャラゴベーロ、戦いの幕は切って落とされました。お前か。命知らずで恥知らず、親の心子供は知らずと言いますが、これほど罰当たりな行いもなかなかないでしょう。実況は私、タリー・ユーカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビー・ボイドです。こちらこそよろしくお願いします。重欲豪を制すという言葉のごとく、しなやかにこの戦いを制することができるのか。トロール系な見た目。ヒューメリオン HP レベル50。なんで最初に HP って言っちゃうんだろう。HP 16000、弱点とかなし。抵抗上昇か、あんま、あ、挟まれてる。あんまり効かないってことかな。物理って効くっけ。あやちゃう、あ、死んだ。アルノの、アルノも物理凶悪だからな。ブラスト。あんま効かない。反撃だ。マジックのレインがある。うわ、めっちゃ吸われる。アタックも痛い。あれで行きますかね。あれで行こっか。物理でゴー。物理でゴー。まさしく蝶のように舞い、蜂のように刺しております。さすがというしかありませんよ。決着あった。挑戦者見事に勝利をつかみました。よもや眠らせて敵を撃つとは思いませんでした。素晴らしいバトルでしたよ。ナイスバトルです。眠らせて敵を撃つ、何を言ってんだ。何を言ってんだ、びっくりしたぞ。ないつ眠らせた。なんちゅったなんつった今。あ、まあいいや、豪華商品もらいます。7500ギャラ。あ、またまたやってくれました。記録破り、掟破り、常識破りの雷撃破撃。なんかくれそう。この勝利によってあなたは20の台を制覇しました。鬼神のごときその力に敬意を表し、特別に商品を授与させていただきます。この品を生かしさらなる熱戦を見せてください。あ、アルターパーツだ、嬉しい。忘れないうちに先にやってきていい。柔道使わないか、でもいいから後にするわ。忘れそう、終わった後また強化しておきます。アルターパーツでやったやった。多分今までまだね6個ぐらいしかなくって、アルターパーツこういうの手に入るのな。6個だったかな、いくつだったかな。はい、で続きやりましょう。次がアルノ VS インファイター。あ、強そうこれ。魔獣オルワンデル、初めて聞いた。オルワンデルって知ってる？初めてかな？聞いたことないよな。あるよな。ないよな。ないよな。熱湯ギャラボベーロ、戦いの幕は切って落とされました。命知らずで恥知らず、親の心子供は知らずと言いますが、これほど罰当たりな行いもなかなかないでしょう。実況は私、タリー・ユーカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。解説を務めさせていただきます。こいつは強敵だ。離れてないとすぐにやられてしまいます。挑戦者が無事に生還することを神に祈るばかりです。離れてないと危険ってどういうことだ。
オルガンデル、これこんなん、あ、出てきたようなこの形、わかんないな。レベル 75HP11500、 属性系は半減なんだ。離れてハイブラストとかってこと。ほい、あ、聞いた。これだけの魔力があるという反撃、アゴニアベッド反撃がある、ハイパー、あ、物理が強いってことか。おいしそう。挑戦者の力を見極めましょう。この状態から一体どのようなドラマが生まれるのでしょう。そういうことね。不安を大事にしないといけません。あっちをまず倒しちゃおう。ハイブラストでよし。場内から一瞬歓声が上がりましたよ。物理、物理でやってみる。死ぬかな。あ、でも強いよ。反撃。あ、ゴミアフェクトなんだ。物理じゃないのか。アタック来る。ヒー、当たんなかった。ここらでグッと流れを掴みたいです。こっちも物理だ。ゴー。よし。なりふり構っていられませんね。うまい。ウィットの効いた戦術でゲームセット。少しずるい気もしますが、勝ちは勝ち。見るべきところの多い試合でした。充実してましたね。ウィットの多い戦いってどういうこと。全然ずるくねえし。先生堂々物理で言ったぞ。よし、豪華商品ギャラ転がし4個な予感をした。じゃあ次だ、次行くぞ。ラクエル、ラクエル VS デューンの固い牙、アントライオンだって。楽しみ。ゴー。固い系か、固い特性か。眠らない街に赤い月が昇る。コロシアムに響くは勝者の雄たけびか、それとも敗者の絶叫か。栄光をつかめるのはごくわずかです。実況は私、サリー・ユンカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。いや、気がたぎりますね。過酷な環境が生み出したこの化け物、体格を貫き通すことができれば勝機も見えてくるはず。まあ、ラクエルのが過酷な環境できてきましたからね。アントライオン1体、レベル 25HP8750、 25にしては HP 高いけど、まあ一発でしょう。硬い特性スマッシュヒットと弱点水風だそうですが、多分これ一発だよな。任せてもらおう。さようなら。華麗な一撃、場内の皆さんも思わずうっとりだ。さすがというしかありませんよ。限りある冒険が硬い鎧を打ち破った。過酷な環境で鍛えられたのはモンスターだけではありませんでした。素晴らしいバトルでしたよ。ナイスバトルです。ナイスバトルだって、ありがとう。何くれんだろうな次。はい、ラッキーカノか。やっぱこの辺なんだな、くれるの。個人戦はあんま嬉しくない。さて次、ラクエル VS魔工作の爆炎ハボリムだ。おー、ハボリムが来たぞ。眠らない街に赤い月が昇る。コロシアムに響くは勝者の雄たけびか、それとも敗者の絶叫か。栄光をつかめるのはごくわずかです。実況は私、サリー・ユンカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。今回のカードも興味深いですね。豪華を操る地獄の使者、この相手には耐えて耐えて耐えたその後が肝心です。どういうこと、耐えて耐えて耐えた後が肝心。ハブリム2体、レベル 50HP24680、 水弱点、普通にいけないのか。次なる一手のため、耐えて耐えて耐えなきゃいけないらしいよ。まさしく蝶のように舞い、ハイソーフ、なりふり構っていられません。私が一手でしょ。 NP 吸収あるんだ。まあでもこれで多分さようなら。まるで突き上げる炎。見事に敵を倒しました。さ
さすがというしかありませんよ。まるで魔人の炎とて彼女の剣を退けることはできなかった。ドキドキさせられましたが鮮やかな試合運びでした。見るべきところの多い試合でした。充実してましたね。魔人炎をやってくるんだったのか。ちょっと見ておけばよかった気もするな。そっか、魔法みたいね。魔法、ま、MP を吸って魔法をしてくるのかもしれなかったね。はー、小さな、あ、小さな炎だ。これも楽ちんじゃない、稼ぐの。そっか。これは楽ちんだ。じゃあ最後楽エル3戦目いきましょう。楽エル VS なんだ、ドンジュリンかな。破壊王ヘビーヨーク、まあ、力 VS 力みたいな感じかな。これは楽しみだ。行こう。さあ皆さん、本日も背徳の街で熱い戦いが繰り広げられようとしています。誰がその手に栄光をつかみ、誰が砂の味に涙するのでしょうか。実況は私、サリー・ユンカーズ。解説は声はすれども姿は見えずでおなじみのボビーさんです。よろしくどうぞ。ボビーボイドです。いや、気がたぎりますね。サメと見られぬ凶悪な面構えに不気味な青銅色の肌、挑戦者は隙を作りつつ押していけるのか。これ普通に焼き豚じゃん。ヘビーオーク3体レベル 75HP16,950 だそうです。焼き豚にしてやろうか。減ったらやるか、飛行撃。ほい。あ、ブロッカー持ってるんだ。あ、焼き豚にする機能よくわかったな。まだ火の攻撃してないのに焼き豚にするつもりだよ。なのよくわかった。私の声聞こえてんのか。あ、全部ブロッカーされたんかな。これはすごいですよ。そっか、なんか技やる。技もでも結構ブロッカーで跳ね返されたりはするんだよね。これ演習場に攻撃とか効く。全力で仕掛けよう。両者ともに相手の寝方を見ているのでしょうか。まだまだこれからでしょう。焼き豚にたるき、これ極まりない一撃を繰り出すつもりか。一回さ、一回使ってみていい。これこいつでいいや。ここで相手の効かなかった。どんな効果を見せてくれるのか。焼き豚にたるき、まだまだ使ってきますよ。見えついた手で、これ極まりない一撃を繰り出すつもりか。観客を沸かす何かが欲しいですね。焼き豚にはするつもりだった。よし、じゃあまたこれで倒そう。一つの戦略が来ました。すごいですね。ここで試合終了。モンスターに対して一歩も引かぬ姿、実に美しい勝利でした。見るべきところの多い試合でした。充実してましたね。ダイエットしたかったのか。痩せてみせるぞって言ってたよね。気にしてたんか。ごめんな、焼き豚なんて言ってごめんな、オークたちよ。さあ豪華商品お願いします。1万2000円だ。ありがとうございます。はい、というわけで今回は個人戦でした。面白かったな、個人戦も個性たくさんで。はい、次回まだいけるかな。もうちょっと進めていきます、闘技場。はい、ではご視聴ありがとうございました。